はい、えー、ホワイトベース館内放送でございます。はい、皆さん、皆さんこんばんは。はい、今日はこんばんはです。えー、時々ね、僕、自分の放送、自分で聞き直すんですけど、これ、結構、実は言うと、マイク、このくらいの距離で喋ってるんですよ。でも、動画だと割と離れてるように見えるじゃないですか。だからね、意外と僕、近くで喋ってるつもりなんですけど、お結構で、ね、話し方とか声のトーンによっては、聞き取りづらいときありますね。 ね、反省してますけども結構結構かぶってこれ以上近づくとこうなっちゃうからね、はい、昔よくあの,あのサザンオールスターの、ね、桑田スがマイク合おうとかやってましたけどね、はい、自分のマイクだったらできるけどな人の使ったマイクじゃ無理だな、ねはいえー、とタイトルにもある通り、えー、自転車から、ね、身を守るためにはどうしたらいいかっていうことをですね話していこうと思うんですけども、えー、我々の宿敵 宿敵というか天敵というかですね、まあ、敵っていう表現良くないかもしれないな。あのー、とにかくでも、路上で一番危ないのは、もうほんと僕ね、自転車だと思ってるんですよ。これ。ね。あのー、まあ、この中に自転車乗りの人もいるかとは思うんですけども、えー、まあ、ちょっとここは一つですね、えー、我慢して聞いてもらえればと思うんですが。でもあの、僕ね、自転車の何が一番 恐ろしいかっていうと、あれ、自転車って軽車両だから車の仲間になるんですよ。でも、自転車だからっていうことで、えー、特別なルールがいくつかあるというだけで、基本的に車です。はい。でも、自転車の何が怖いかって車のルールに従ってないでしょ。信号はね、無視していくし、 で、気分によっては歩行者になったり、ね、車道走ったりするし、あの、一時停止はしないしね、あの、もうむちゃくちゃなんですよ。で、ね、引っ掛けたらこっちの方が悪くなっちゃうから、あの、非常にこう、恐ろしいですよね。まあ、ルールを守って走って、 でいれば何をしてもいいのかってはそんなことはないっていうことは言ったと思うんですけども、鼻からルール無用で走ってくる突っ込んでくる自転車をですね、避ける方法ってないんですよ。だってさ、青信号で一時停止しろってルールないでしょないでないですよね。でも青信号で青信号だと思って交差点まっすぐ行,行くときに赤信号無視で自転車が突っ込んできて引きそうになるってね結構みんな。 ると思うんです。ありますよね。ね、信号無視で突っ込んでくるって、ね、これがね、すごい怖いんですよ。で、まぁ、あ、ちょっと今回は、自転車の予測不能な動きのうちですね、えー、僕が紹介したいのが、まず3つですね。えー、これを皆さんに紹介しようと思うんですけども。まず、自転車っていうのは、車道、3車線あったら一番左側の車線の一番左際によって走らないといけないです。はい。 一番左側の車線の真ん中を走っていいわけじゃないですよね。ね。でじゃあ、一番左側の車線が左折専用レーンだった場合、自転車はどうするかっていうと、あれ、まっすぐ進んでいいんですよ。なぜなら、自転車は第二通行帯以降走っちゃいけないから、直進しなきゃいけないという時に、その左折専用という道路表示を無視することができるんですね。だから、前方から自転車が、 左折専用レーン乗ってまっすぐ来たら、それまっすぐ来る場合がありますので、あの気をつけてください。はい。で、えー、次。自転車は一方通行を逆走できます。はい。ね。これ、厄介なのが、一方通行を逆走してくる自転車っていうのは、こっちから見て右側を走ってくるんですよ。わかりますあのー、左側に自転車が来ると思って左側開けとくじゃないですか。ね。 要は、順方向ですよね。同じ方向に走ってる自転車が左側いるから左側を開けて右側を走ってくるじゃないですか。そうすると、一方通行を逆走した自転車が正面から突っ込んでくるんですよ。っていうのがあります。はい。これ、まず注意これの。これをね、注意してください。で、えー、あと、三つ目が、なんだっけな。 自分で3つあるって言って忘れちゃったよ。自転車は、そうですね。じゃあ2つだな。ごめんなさい。そうなんですよ。だからね、非常にこう、や、やりづらいというかですね、あの、こっちから見てみると予測不能な動きをしていきます。あ、すいません。もう1つ、思い出しました。あの、これは、許されてないんですけども、自転車って基本的に2段階右折しなきゃいけないんですよ。でも、 でもですよ、あのー、普通にこう、車と一緒に右折していく場合がありますので、こういう時非常に多いです。あのー、皆さんね、えー、僕と一緒に注意していただければなと思います。はい。でね、もう本当、自転車を除く がなくても、あの、道路交通法、道路法規に従わない自転車ってすごく多いし、僕はあの、歩者、あ、並走かのところ、要は、あの、歩道を自転車が走っていいところは、全部歩道走ってもらいたいと思ってるんですよ。今日もいたけどさ、あの、新大梅街道ウーバーイーツ背負った自転車がね、あの、第一通行帯の真ん中走ってるんですよ。みんなこんなやって避けてんの。これはちょっとどうかな、と思うけどね。だから、あの、そこで、 まあ、それはね、ただよければいいだけだけど、結構ね、その逆走してくるお年寄りとか、信号無視してくるお年寄りとかはね、もう本当ね、勘弁してほしい。いつかそういうお年寄りを引っ掛けて、なんかね、僕も捕まっちゃいそうな気がします。はい。前も言ったけどね、前、一年以上前やと思うけどね、この話をしてから、もう本当何度となく危ないシーンはありましたね。まあ、その度に急ブレーキですけど、なんとか止まれてね、よかったですけども。ね。 で、ここへ一つ、来て一つですね。皆さんに、えー、自転車との事故を防ぐためのコツとですね、えー、まあ、積極的にやってもらいたいことをですね、二、えー、つほど紹介いたします。はい。今度は二つって起こってる、ね。一つは、あの、車線のですね、左側を開けないこと。はい。これ、あの、僕、免許の更新の時に、おまれさんに言われあの、警察の人に言われたんですけど、 自転車の巻き込み事故。要はね、交差点で前じりじり出てくるじゃないですか。じりじり出てくるのはじりじり出てくる隙間があるからなんですよ、ね。で、それをやっぱ、あの、詰めておいてください。まあい、自転車いるのに幅寄せしちゃいけないですよ。で、左側に寄って止めとけば、 自転車が入ってこれないから、そもそも事故が起きづらいという発想です。はい。でもね、たいそういう時、後ろからね、あの、走ってきた自転車って歩道に乗っかって信号を無視してね、あの、交差点を渡っていくんでしょうけど、ね、それでも巻き込み事故は防げますので、まず、そうすること。まあ、自転車に幅寄せするんじゃなくて、自転車いてもいなくてもね、まあ、あの、左側になるべく寄せて、こう、開けないっていうことですね。 はい、が重要だなということとあとこれは僕の意見なんですけど、えー、クラクション、はい、を,を割とを積極的に鳴らしてください、はいえーまあ、脅す意味で鳴らしちゃいけないですよでもクラクションっていうのはどういう時に鳴らすかっていうとあの標識等で警的鳴らせの、えー、文言がある時と危険を回避するためにやむを得ない時に鳴らすっていうものなんですね、はい、例えば 自転車って何がたくさん、何が弱点かいろんな弱点があるんだけど、まずバックミラーついてないですよね。で、方向指示器がついてないですよね。もちろん、あの、テールランプ、ブレーキランプもついてないです。はい。で、こうした自転車が後ろから車が来ていることを認識しているかどうかっていうと、ほぼ100%認識してないです。はい。後ろから車が来ることを認識していない自転車がどういう動きをしてくるか予測不能ですよね。僕はこれは危険だと思います。 だからその危険を回避するためには、後ろから車が我々自動車、バイクでもして来てる、前の自転車、絶対後ろ気づいてないなっていう時に、まあそんなね、しつこくわーって鳴らす必要はないですけど、ブッブッって鳴らしてやるっていう必要は、僕はね、あると思うのね。で、そうすることで、 車道、我が物の顔で走ってる自転車。我が物の顔で走ってるのはまあ別として、まあとにかく周りのことを分かってないで、走っていいから走ってるんだみたいな気持ちになっちゃってる自転車がもしね、いるとしたら、あ、ここを走ってるのはもしかして危ねえんじゃねえかなっていうのにね、きっと気づいてくれると思うんですよね。 でそこが、あの、もし歩道側が自転車と一緒に並走かのところだったら、もちろん、そっちの方がガードレールの内側だから、そっち側走ってもらった方が絶対いいと思うし、避けてくれると思うんですよね。あとは、交差点とか信号無視で突っ込んできそうな自転車が向こうから来たね。そしてやっぱバーって鳴らすべきだと思います。あの、僕ね、それで、本当と何度もね、あの、年寄り、お年寄りを交差点で止めて、あの、引かずに済んだことがあります。はい。 それはあの危険を回避できたということなので、僕はあの全然鳴らしていいシーンだと思います。はい。で、あとね、僕がすごく気になるのが、よくね、自転車って横断歩道を渡ってるでしょ普通に。ある時はね、あの普通になんか道路を走っていて、ある時はあの横断歩道を普通に歩行者になってわあのガーッと渡ってくるっていうね。あるじゃないですか。 あれ基本的に実を言うとダメなんですよ横断歩道はあの歩行者のためのものだからこれ押して渡るんだったら押して渡るか自転車専用レーン、ね、を渡るんだったら僕はいいと思うんですけども基本的にねあれもねダメだと思うんだよね横断歩道自転車こう調べてみるとねうんえー えっと、書いてないな。えっとね、あの、警察のホ,とホームページにあるんですけど、えっとね、出てこない。ごめんなさいね、あの、もたついちゃって悪いんですけど、えー、っと時事、横断歩道、横断歩道、横断歩道、くそ。字が多くてすぐパッと出てこない。 えとね、横断歩道は歩行者のためのもの。ねえー、なので、えー、横断歩道を渡るときは、えー、横断中の歩行者がいないなど、歩行者の通行を妨げる恐れがない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけませんとあります。はいまあ、あの限定的な理由はついている、あの条件はついているんですけども、基本的にダメなんですよね、本当に。 なので、ね、なので、あのー、まあ、横断歩道を歩行中の歩行者がいる場合は、もちろん止まんなきゃいけないと思うんですけども、横断歩道をこう自転車でこう、わーっとこうやってくる人がいたら、まあ、それはもう完全に危険行為だから、僕はね、それもね、ぷって鳴らしていいと思うのね。うん。だから、あの、別に鳴らしたからって、なんかこう、 相手がダメージを受けるとかないとは思うんですけど、まあ鳴らし方にもよると思うんですけども、やっぱり、あの、積極的に僕はね、あの、危険を回避するためだったら、クラクションを鳴らすべきだと思う。だって、あの、例えば子供。子供が、あの、よくガードレールで遊ぶんですよ。ガードレールの内側をちゃんと歩いてればいいんですけども、ガードレールをこう、ぴょんぴょん、ぴょんぽんやりながらね、歩いてる子供とか小学生とかいるじゃないですか。で、ある男の子は中歩いてて、ある男の子はガードレールの外歩いてて、こう、ギャーとかふざけながらやってる。 僕、こういう時も遠慮なく鳴らします。はい。で、こうやってやります。はい。鳴らさないとだって気づかないからね、こっちにね。それでうるせえとか言ってくる、あのー、ほんとね、良くない子供、あのー、まあ、あえて言うおくそ書きもいるんですけど、まあ、あの、それでもね、認識されないよりはマシかなと思うんですよね。そう。だから、あの、皆さんもね、ほんとあの、自転車には気をつけてください。えー、ほんと自転車を引っ もほんね、ヘッドホンしながらね、こうやってる自転車もいるでしょ。ね、あのヘッドホンしながら自転車乗っちゃいけないんですよ、まあ。皆さんもよく知ってると思うんですけど、バイクでそれやる人もいないと思うけど、あのダメなんですよ、特にだからヘッドホンしてて走ってる自転車なんか、こっちのこと全く分かってないから、やっぱそれもね、危険だし、危険回避するためにのはやむを得ないからね、やっぱそこは積極的に鳴らすべきなんじゃないかな、うん、と思います、はい。今んとこね、これぐらいしか我々が身を守る方法はないんですよ。 で先日の安全運転義務についてもそうなんですけども、やっぱりね、車の機能をすべて使って安全に努めなければいけないわけですね、向こうに対して自分を知らせる手段があったにもかかわらず、知らせることをしなかったから向こうが突っ込んできたんだっていうのを、相手自転車側と事故ったときに言われた場合、これ、あのー、一理あることになってしまいますんで、結構ね、クラクション遠慮してる人、多いと思うんですけども。はい 本当ね、遠慮しないで、えー、鳴らしてください。はいという結論です。はい、えー、とあと、昨日のハーレーのです、ね、メッセージとメール、たくさんいただいてます、ありがとうございます、あの全部、全部ここにあのプリントをしましたので、これ持って、明日ですね、ディーラーに乗り込んでこようと思います。はいであとあの、トラック関係のですね関係者の方からあ、いろんなメールをいただいております。はい 全部拝見してます。えー、何やらあの、トラック業界ってもうブラック当たり前みたいですね。で、なんか1日12時間で帰れればいい方で、あの早く休みたくってしょうがない、限界状態で運転している人は運転が荒くなるとかですね、うん、言ってましたね。あと、あのーまあ、間口がその広すぎて、いろんな人が働いているっていうのもおっしゃってました。はい まあいろんな事情があるんだなっていうのはあの察します。はい、であとね、おもいことを書かれてた方がいらっしゃるんですけども、あのトラックドライバーはの中から国会議員等になる人が、ね、いないから、世の中が変わらなさすぎるんじゃないかって、うん、あるかもしれないですね、それは。 ねやっぱね、国会とか政治の方もそうですけどね、多種多様な業界から代表者がですね、そこに募えるような形になったら本当にいいんじゃないのかなって思うけどね、そんな夢物語だろうな。あと、こういう方いました。えっと、ドバイにですね、えー、行ってらっしゃった方。 えと7年ほどドバイに行ってらっしゃった方が、もう向こうの運転の、ですねもうはちゃめちゃさがすごすぎて、あの日本に帰ってきてから、ですねそれまでやってたような運転の仕方を改めて、えー、非常にこうきちんと危険予測をして、えー、守るようになったというふうにおっしゃってますね。もうドバイの運転を経験すると、日本のほうがよっぽどま,まともだと。ね えー、日本で運転で争うなんてもうバカバカしくてしょうがないというようなことを書いてらっしゃいましたね。ちょっと全部紹介することはできないんですけども、あのー、まあまあ、とにかくやばいらしいですね。はい。もうルールなんか合ってないようなもん。これ確かにね、似たような経験僕も海外でしたことがあります。あの、違反とかで警察は取り締まらないのね。 うん。で、適当にこう捕まえてるような感じするんですけど、それもその警察官にお金払うかどうかみたいな感じで、基本的にルール無用道路穴だらけみたいなところで運転するのに身を守る方法って言ったらもうとにかく逃げ回るしかないですよね。 やべえやつからね。日本は多分ね、下手に法整備されてて、あの、ぶつけたら弁償してくれるみたいなね、そういう認識があるからダメなのかもしれないです。ね、あの、岡か現金みたいなこと言うじゃないですか。ね、あの、現金で岡かさんが相手してくれるっていう方法あの,の話ですよ。はい。とかね。まあそういう、うん、下ネタです。はい。まあそういうのもあるから、 あの、下手にね、えー、この国が豊かだっていうのも、ちょっと悪い点になってるのかなと思います。え本、ー、当ね、昨日も一昨日も散々言いましたけど、安全運転って本当に難しい。何が難しいって、あの、ルールを守っているだけではダメだっていうことだからね、あの、ルールを守、守っているだけだとトラブルになるところも多いし、じゃあルールはみ出したらどうなるかっていうと、捕まることも多い。 そういう曖昧なところの中で自分の判断で危険からこう距離を置くっていうのがですね、えー、安全運転の最たるものになってきますので、やっぱね、もう例えばだって歩行者が歩道を歩いていたって事故るわけですよ。ね、避けようがない、ね。でももしかしたら何かを予測できたらよ避けられてたかもしれない。 えー、そういうかもしれない運転っていうんですかね、危険予測について、えー、ぜひですね、いろんな業種のことをですね理解しつつ、えー、やっていけたらなと思います。先ほども言ったようにね、あのトラック、大型の人の話がね、えー、書いてあって、本当にね、僕は、あの見識が広がったなって今、思いましたもんだって、まああの、運送関係がブラックなところが多いっていうのはね、ちょっと聞いてたんですけども、確かに、 あと、経済的に困窮してる人とかでも、そのね、何か特別な資格がなくても、えー、すぐできるっていう仕事であるっていうのは、あの分かりますで、僕の知人でもあの、借金返済のためにトラックやるって言って消えてった人いっぱいいましたからね、ねなんかそういう言われ方をすると、真面目にプライド持ってトラックやってる人たちに申し訳ない。 とか、その、失礼だなっていう気もしますけれども、あの、とにかくね、やっぱそういう面もやっぱあるはあるんですよ。で、そういう人たちって多分、あの、借金返済に追われてるとです多分無理して働くと思うんですよね。ね。そうなると、周りのことをね、気遣って安全運転考えてなんて心の余裕もないっていう人もいるっていう可能性はあります。あとはそうじゃなくても、あの、会社自体がね、過苛烈な、ああ、労働環境を強いている場合もやっぱありますので。まあ、だからってね、え事故っていい。 だからって、ラフなことしていいっていうわけにはならないとは思うんですけど、そういうことを知ってるのと知らないのとでは、自分がね、運転してるときに、他の車両となんかこう、揉め事を起こしそうな、まあ、事故にはならなかったけども、ちょっと揉め事を起こしそうなことになったとしても、許す気持ちになれるんじゃないですか。ね。っていうふうに僕は、本当思いますね。はい。 とまあ、ちょっと余談なんですけども、あの、ついでがあったんで話をさせていただきました。はい。 いや、本当に安全運転は難しい。あとですね、あの、50代の方からですね、たくさんメールをいただいております。はい。えー、本当にありがとうございます。はい。あの、私、自分の視聴者さんのですね、年齢層、あの、売り買いしているつもりなので、はい。あの、もう本当にね、こういう前回みたいにですね、あの、ああいう話をするときはね、本当に気使うんですよ。本当に気使うんだけど、あの、まあ、皆さん笑い話にしといていただいているんで、えー、何よりです。笑い話しかしません。はい。 いししかしないです、はい、逆に、あの40代の,、ね、あの男性はこうだよね、みたいなのがあったとしてもですね、僕は全然笑い話にできると思う。40代の男性ってね、もうエロくてしょうがないよね、とかね、エロくてしょうがないくせに体がついてきてなくてあの情けないよね、とかね、あのなんか言われてみたいですよ。はい 言われてみたいです。あと、そういう状況でね。はい。まあ、それはいいとして、まあ、置いときましょう。はい。はい、置いといた。はい、はい、置いといた。もうね、あの、だんだんね、僕ね、下ネタ入ってくると元気になってきちゃうっていう癖があるんですけども。あ、いや、ちょっとね、さっき、あの、<laughs> やめましょう。ね。はい、そういうのやめよう。 やめないえー、夜遅い時間にやりましょうライブでね、みんなね、楽しみにしておいてください。はい。じゃあ、このね、耐久下ネタライブとか今度やりますか元気な時にお酒飲みながらよろしくお願いします。え、えー、いつも動画ご覧になっていただいたもうまた20分も喋っちゃったよ。今日ね、10分ぐらいで終わらそうと思ってたんですけども、はい。えー、ご視聴どうもありがとうございました。えー、オートバイ買取、えー、もしくはですね、うちのオートバイの商品問い合わせお待ちしてますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。はい。 えー、今日の,よあのま豆知識、えーえー、労働サービスはーキーを打ち鍵して閉じ込めた時でもですね、えー、鍵1本まで無料で作れるというサービスがついてたりしますので、チェックするといいぞ。はい。えー、ご視聴どうもありがとうございました。